光美術館は京都府京丹後市網野町浜詰めにある人、日と光をテーマとする施設の現代美術館。2010年5月丹後地方で最初に開館した美術館であり、2015年11月に心の森美術館が2017年6月に森の中の家安野三政館が開館するまでは唯一の美術館だった。ギャラリーと共にショップを併設する。 民間主導で地域の環境問題に取り組み、アートの分野から京単語市地域の活性化を図る様々なプロジェクトを推進する拠点の一つでもある。地域を一枚の巨大なギャンバスと捉え、アートによる地域の観光や産業の活性化を図り、単語のアートディレクターとして活動してきた池田修造が地域アートの推進拠点として自宅アトリエを改装して開館した美術館。 雄大な自然と美術作品を一体の芸術とみなし、単語は美術館をテーマに掲げた様々な地域観光振興プロジェクトを推進する拠点となっている。当地は夕日が美しい景勝地の浜詰海岸に近く、夕刻には赤く染まる土地の前景を眺望できることから、人、光をテーマに土を焼くクレーワークや光を意識した絵画や立体的な作品、 海岸漂着物を再生した作品などを展示する。光ブリトゥーキンエントランス浜爪海岸の夕日夕方には沈みゆく太陽に照らされた家々の窓が赤く輝き、別名を夕日が浦海岸とも称される浜爪海岸は日本の夕日百選に選ばれる継承地である。その海岸線を含めて屋上からはほぼ360度を眺望できる丘の上に立つ。 建物は約10坪の土地に建設された鉄筋コンクリート製の2階建てで、壁は内外ともにコンクリートを打ちっぱなしとなっている。ギャラリーとなっている2階は、日本海に面して大きなガラス窓を廃し、移ろいゆく自然の光がふんだんに入り込み、作品を彩る構造になっており、池田修造のアクリル絵の具による絵画や立体造形などが展示されている。池田修造によれば、 美術館のテーマである火には産業革命以前の原始的なエネルギー社会、光には産業革命以後のテクノロジー社会のエネルギーの意が投影されている。単語の単にはニー色という意味もあり、白は明るくなる前の最初の光をイメージさせることから美術館には白地をベースに赤を配した作品が多い。その象徴的な作品として、 光美術館の一階玄関には白い壁一面に枝を広げた古木が赤い実をつけた壁画、日の木が描かれ、朱色に白を抜いた代表作の一つ、目が木の目と目をかけて共に飾られている。その他の常設展示作品のモチーフでは炎や雲が多く用いられている。美術館の主要なコンセプトである太陽の光はほんのわずかな変化で地球上に 様々な影響をもたらす。その光を浴びるのは、丹後地方だけではなく、日本海を挟んで対岸の韓国や中国大陸も、共にであり、その光を浴びた地域の様々な事象の連鎖が、現在の丹後の風景を作り上げ、そこに住まう、人々の営みの時を超えた積み重ねによって文化が、生まれ育ってきたと分析する。等身大の美を追求する、池田修造の一、一論は、 大地は、器という言葉に集約され、場と文化の融合を図り、地球環境に思いを馳せつつ、日々の暮らしの風景の中で芸術に触れることを目指す、光美術館の重要なコンセプトとなっている。自身を含む、様々なアーティストの作品を展示するとともに、様々なイベントの拠点として、多様な人々が集う場となることを期待し、無料開放されている。 池田修造のアトリエワークショップ会場ともなる2階ギャラリーを主な展示室としているほか、1階のショップの壁に東村の作品を展示する。そのほか、屋上もギャラリーとして使用されることがあり、池田は建物自体がギャラリーのようなものと語っている。光ブリトゥーキンギャラリー2019.211漂着物ワークショップ。 伝統文化をやこ教室京丹後竜宮プロジェクト、里の玉出箱体験プログラムで、春から秋にかけて様々なワークショップを開催する。京丹後竜宮プロジェクトは、美しく豊かな自然と、そこに住む人々との交流によって、京丹後を訪れる人々に、癒しと感動を提供したいと、2014年に結成された。ロゴデザインは、東美術館の池田修造。 主な体験プランに、漂着物で、アクセサリーやオブジェを作るや、単語リりンの守り猫とされる、陶器猫の絵付けがある。2019年3月24日には、国際博物会議京都大会プレイベントとして、京都府が主催するミュージアムフォーラムに関わり、海岸を散策して、作品制作に使用する、漂着物を探し、 アクセサリーやオブジェを制作するワークショップが開催された。同年8月25日に単語地理面の文化にまつわる親子ワークショップを開催。参加者はコマネコを題材にキャンバスに絵を描いた。同年11月9日に宮津市の球場グーツ小学校で教室をアトリエにしてアートを楽しむ学校ミュージアムに牛乳パックで光の箱を作るワークショップをした。 2020年9月27日と10月4日に地域の古代史研究家より地区名である立花の由来を聞き、田守りと時軸の家具の好みと題して親子でキャンバスに絵を描き10月後から11日に展覧会をした。このほか、京丹後市安坂町在住のツアーコンダクター足田久美子が提唱したミックス人々丹後通称ミク丹において 開館年である2010年以来毎年参加し、様々なワークショップを開講した。ミックス人々単語における光美術館のイベント一覧日清製作所の壁画製作2019年、単語建国戦300年赤根色の祭典単語、建国戦300年赤根色の祭典。第一は、器をテーマに、ワールドワイドな芸術表現を求め、芸術による、 地域活性化を図るプロジェクトを立案、推進している。2010年には、京丹後市観光芸術推進クラブを発足、京丹後市丹後町中浜地区一帯を会場に、日韓橋一店2010院中浜を企画した。2013年には、赤根色の祭典実行委員会として、赤根色の祭典を企画。2015年には、文化と自然とまちづくり実行委員会を組織し、 京丹後市網野町と久美浜町でアートイベント第一話器2015を主催。2017年9月23日、器と食のアートコラボレーション単語王国と題し、他の陶芸家が第一への思いを込めて焼き上げた特製の陶器で料理人が丹精込めた特別コース料理を提供する道の駅単語王国食の都の企画をプロデュース。この他、 2016年以降は、単語アート会議主催として、京単語市峰山町内の空き家を活用した展覧会やワークショップを企画している。2019年5月19日、日清オールアートプロジェクトで、日清製作所西浦門コンクリート壁に壁画を公開制作した。地域活動への支援を進める日清製作所と、駒猫による街づくりに取り組んでいる。 コマネコ祭り実行委員会のコラボレーションによるもので、企画、デザインは池田修造。壁画の唐草模様は、メソポタミアやエジプトからシルクロードを通じて日本に伝わり、途切れることなく、繋がり、伸び、生命力が強く、繁栄や長寿などの意味がある。白い果実の部分には、単語にちなんだ絵を街の人たちに描き入れてもらった。 郵便番号六二九の三二四五京都府京丹後市網野町浜詰七十七の十九京丹後市網野町の夕日が浦海岸でビーチコーミングをして赤色の漂着物の実を集めてコンクリートで固め花が咲いたように並べたもの丹後の丹の二色にちなんだ作品である二千十五年九月二十日から十月十二日の第1話器二千十五に展示されその後 2018年末まで光美術館の屋上に展示されていた。東村の代表作であるプランツシリーズや東日本大震災追悼の意を込めて作者自身が2011年に東北地方を旅し津波で失われた土地に新たに運ばれた種の芽吹きと思われるひまわりやたくましく息を吹き返したクズの花に着想を得たひまわり3.11や くず3.11を展示。現地で撮影した写真は、池田修造の作品、光の棺に収めて展示された。池田修造、東村幸子、鈴木明夫、宮北博美、足立歩美みが出品。当館のほかふるさと未来ステーション月には、福松喫茶、特別養護老人ホーム単語園。9月26、27日に、 同年5月のミクタンワークショップで制作した植木鉢に合わせた苔玉や盆栽を作るワークショップが当館で行われており、その作品を展示したもの。網野町、大阪出身のメイクアップアーティスト。日本美容専門学校卒業後、アメリカでヒッチハイクを繰り返しながら、放浪生活を送り、帰国後、メイクアップアーティストとなる。1972年以後は広告や、 テレビ CM にも関わるフリーのメイクアップアーティストとして活躍し、伊丹十三監督のお葬式、タンポポ、マルサの女などの映画にも参加した。光美術館会館の年、2010年に帰郷、海岸を散歩するのが日課になった暮らしの中で浜辺に打ち上げられている流木に関心を抱き、そこに仏像を彫刻するようになる。陶芸で人形を作ったりしたこともあるという沖。 佐々木は、その理由について、仏像なら誰が見ても、仏像とわかると語っている。体験型観光プランを推進し、観光分野で副業ができる仕組みを地域に創設し、地域振興につなげることを狙った、地域住民による組織で、各種専門分に精通した住民を、単語マイスターと名付け、体験型プランの商品化を目指す。代表は、京単語市単語町マ音トで旅館。 馬市宿と都や近畿経済産業局から地域産業資源活用事業計画の認定を受ける。現在は十字会館とされている。ありがとうございます。